お疲れ様です。ありがとう。こんばんは。岡山愛香、ありがとうございました。 お花ありがとう今日さ「ロコぽコ結婚してごめんお見送りびっくりした覚えてるよちゃんと忘れるわけないじゃん <laughs> 覚えてるよそりゃこうたくんハート ありがとう嬉しい。てか今日さスマホから配信してるけんさなんかコメントが見づらいんですよねちっちゃいスーさんだルマありがとう唐揚げ定食くんお花ありがとう岡山楽しかった。 バイカーめっちゃ楽しかったやばかった楽しすぎてカおとくんハートありがとうあかねちゃんハートありがとうトニーさんお疲れありがとう今日はありがとうトクリンハートありがとう 嬉しく可愛いありがとうハートもありがとう,うスーさんハートありがとう今日さ髪の毛さガチガチに固めてもらったけんさなんか全然崩れてないやばくないこの巻きこの巻きの取れなさこんな取れないことあるのってぐらい 最強に取れなくて天才かもかもえ皆さんに秘宝秘宝っていうか今日やった前かもしかして今日で最後かも今日の瀬戸りもう新公演まで今日の瀬戸り終わりかもやばくない だから今日前買ら会えなかったことはピエンだよあの私が <laughs> えわかんないでももしかしたらそうかもって言ってた。 メイクをそういえばメイクを薄くしてからの公演どうでしたか ?DMM どうだった ?DMM どうだったなんか DMM さなんかさスクショ見たけどさ漏れてたんだけど可愛かった ?DMM の美術えメイク薄くしてからの美術どうだった ?DMM なんか光で結構メイク飛んでないかなと思って心配だったんですけどリップの色薄かったかな カメラで見たらどうかまたちょっと見てみるけど配信見たけどめっちゃ怖かったえ本当によかったなんかさいつも三台ぐらいカメラがあるんですけど今日1台しかなくてカメラがだからめっちゃデスしやすかったんですよね怖かったえよかったです 楽しかったならよかった例えばインスタの電話って送れなくなっちゃったえっ全然送れるよ全然なんか送れない設定になったのは多分アップデートされたけんかもだからインスタのストーリーに何回も反応してたら送れるくなるらしいだからストーリーにたくさん返信してうん <laughs> 岡山いか。七周年でリネたん気になったけど、今日公演的でやっぱリネたん可愛い。ありがとう、ありがとう、ちょっと。え、嬉しすぎる。<laughs> 可愛いなって。<laughs> 可愛いな。 明日の席送りたいけど、リクエストが承認されないこれ。え、でも私全員リクエスト承認してないから、普通に、あれだよ。ストーリーに返信したりストーリー、私の載せてるストーリーに、あの、メッセージ送るで送ったらいいよ。ストーリーの反応見えるはず。高い山を登る。フォーム、ハート、ありがとう。チョンプ、ハート。 ありがとう、流星くんハート。ありがとう、春のバラ。ありがとう。コウタリン花。ありがとう、愛媛のカープ男子バハな。 たっくん好き好きバッキュンありがとうこうたくんお花ありがとう巻巻お疲れお疲れこちらこそありがとうまたくんハートお花 浜のみーさんハートありがとう。高田市民ハート。つばのしんハート。やすくんハート。ありがとう。さとくんハート。

やばい消えてしまったひらっちハートありがとう唐揚げ定築お花ありがとうよしよしよし追いつきた追いつきたいやなんかさ普通にさ 今日のの髪型いいつ決めたのポイント可愛いえ今は朝からポニーテールするって決めてたの <laughs> 今日はねあのもうね前か後めちゃくちゃ頭も振り回すんですよフラストレーションとかだからもうほんと絶対邪魔になると思って絶対にポニーテールしようと思ってポニーテールにしただからねポニーテールはね,あのね今日の朝から決めてた なんかさいつもさポニーテールしてもさみんな褒めてくれるいなんでこんな褒めてくれるのポニーテールしただけで嬉しすぎるんかツインテ派だったけどポニーテール派になりましたって言われた多分これは私がやるポニーテールがあれじゃなくて多分私の美女が良くなったから絶対好きってことだよねみんな <laughs> 私が可愛くなったから あのプリーテールが可愛く見えるんだと思うよ <laughs> 絶対そうだよね私が可愛くなったからだよね今ちなみに私岡山県にいるんだよ文吾くんハート可愛い,いありがとうちなみに私岡山県にいるからおじえなかか可愛くなったね本当に じゃあ可愛くなったって思うんだったらアバター変えてフ <laughs> フッキーミールありがとうこっらこそありがとうお見送りマサイしてて笑ったえおもろいえ <laughs> おもろかったでしょあれ母ハハ言ったもうだからお見送り楽しみにしてたのにあれでさもうさ息苦しくなってさめっちゃ疲れちゃったでもお見送り復活したみんなと話せてみずきちゃんお花ありがとう えなんか私 DM サートも送ってくれてもいいけどさ私今見れないんですよね普通にスマホからやっててスマホでやったら、D、配信終わっちゃうからうんいつもなら見れるんだけどトラトラフェンライトありがとう,うまさきハートありがとう会場近くで受けてよかったえ本当ありがとうございますなんかさ壁薄いんだよねフォームハートありがとう

バカになれてチャーツリーとは違ってちょっとセクシーなマイカ曲がかっこいい系とぶち上げる系とちょっとセクシーな曲が多いですよねマイカ。 さあバカになれもうバカだよさあバイケ私ここ「さあバカになれ」ってあれじゃんもう私バカなんだけどと思いながら歌ってるいつももう結構バカだけどいいのかなってこれ以上バカになるんだって思いながらあの「サバカになれ」ってやっ,でやってるんですよ愛してるぜ愛して <laughs> ほんまに私も,もうバカって思いながら私も自分バカなのにいなって思って <laughs> もうめっちゃ好きフフでフフ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  楽しい本当に楽しいマイカもう本当に楽しいんだよねなんか本当にねなんか楽しい <laughs> 元気出るなんか本当に暗い気持ちにならない、うん、ずっと楽しい マイカーって運気上がりそう本当に私運気いいけどあの楽しい空間が多いから本当元気出るすごい楽しいの本当マイカー似合ってるえ嬉しいそうマジで楽しくてなんかもう本当に楽しいんですよなんか前レッスンも 全然暗くないしめっちゃ明るいしみんな元気で疲れてても全然疲れとか見せないしなんかもう本当にマイナスな気持ちにならない一切マイカ好きですめちゃくちゃ好きマイカ楽しい。岡山 さバカに乗るもうバカなんだけどさあげさあげさあげドゥドゥドゥ踊れあーあアラアあレあーラアあアあレオーシ 鬼吉さんハローありがとうございます来てくださって今日は岡山県で家事からの配信じゃないんですけどもしよかったら X と Instagram とこのルームのフォローお願いしますありがとうお戻れあらあらお戻れ よしし愛愛ててるる私もッキー見るのこととありがとう,ミトうんもうバカだなって思いながら見てさ。 もサジカルバラお花ありがとうリコちがサンチン食べたいって言っとったけどサンチンがなかったけんかわいそうだった <laughs> サンチンの豚まん岡山県にあるうずらの卵が入ったサンチンの豚まんがあるんですよサンチンっていうところのリコちはサンチンが食べたい食べたいって言ってたけどサンチンがなくて <laughs> キュンって感じだあ、そう、なんかハイライトに反応してみんな送ってくれてるよ。あの、インスタのストーリーに、がないから。あれなんだけど。インスタのストーリー。うん、ごめんなさい <laughs>。私もね、私のアバターないからいいよ。全然。全然サイヤのでいいですよ。私のアバターないから。 勝利もなぶった欲しいんだよね。<laughs> そんな深刻なあのに考える必要ないです。あの冗談で言っだから <laughs>。なんか申し訳ない。なんか謝れたら申し訳なくなっちゃう。全然大丈夫だよ。 インスタさあ,あのストーリー上げてないからさ DM 送れないってあると思うんですけどあのハイライトにイあの返信してくれてるみんなインスタの私のプロフィールに丸いなんかライブとかご飯とかたくさん載せてると思うんですけどあれにあの反応して送ってくれてるみんな。 ゴールまでまた DM、MM、配信見返さないやメイク変えたらさなんかメイク変えたら あの不安なんですよねカメラ写りカメラ写りが不安だから DMM かわいかったかなかわいかったらよかったな「e h r t 最近ねあの外国人の人がね困ってって話しかけられたら私英語で喋れるくなった英語で結構会話できるようになったのそういえばなんか例えばエレベーターとかに乗っててあの下の階に行くのに上に上がって上で止まっちゃって下行きますかって聞かれたら「ああノー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 ダウンダウンダウン」とか言ってすぐ英語で対応できるかなったのやばくない?「あ、ノー」「ソウルイー」とかってすぐ言えるくなったの。 そうぶつかったときに「あ Sorry とか私結構ね Sorry 使ってるんだよだから多分もう慣れてきた外国人があの、めっちゃ困ってるときに話しかけてくるんですよなんか私になんか私が多分可愛いから気になってるのかなみたいな <laughs> 話しかけてるときに「ああここあえっとあの n o え岡山岡山んから進んでえぐーって言ってあ大阪あ,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 あ、あそこ あじ14って見せて数字あはいえっとあ,あそこはいああエーイエースって言ってて,って,てめっちゃ天才なんだよねいけないでしょそうで地図とか分かんないっつって見せてきたら私が案内してあげるの調べて超優しいでしょ天才だから。 明日の朝食べる用の肉水を冷蔵庫に入れてきた冷蔵庫に入れてないわやばいまいわヨーグルト買いたかったけど買えなかった悔しいえ今日めっちゃ美味しいヨーグルトをね見つけたのだからねまたメールで紹介します連絡するね 夏恋くりこの瞬間を私はきっときっと鮮やかにずっとずっと覚えてる楽人のふりして話しかけたいえー、いいよえっ、ー、<laughs> <laughs> 予想外の変身でびっくりしたでしょ話しかけたいって言われてえっ、ー、ダメだよって言うと思ったいいよえっあのりなちゃんキャーっつって 手震えてるんでしょ <laughs> 可愛かったら話しかけてもうめっちゃすっぴんブースだったらちょっと NG <laughs> うんうん、ね、自分で言いますよだって天才ですもんうん天才だから天才って認めなきゃうん逆にさ天才じゃないんですよ私っていう方がなんかあれでしょうん天才だから天才って言ってもいい 今日は新鮮市場木村にも行けたえー、嬉しい美味しかった何食べた木村明日行くって言ったらどうするえ、嬉しすぎて飛び跳ねる <laughs> 嬉しすぎて頑張れるよ明日会えるのえ会おうよ会いたい当日券あるよねなんかさっき見た気がする当日券 今日はどこにんいるあ今日はね岡山県にいますよ岡山県にいますさっき岡山でライブしてそのまんまああちょっと待って <laughs> だって変な落ちてないよねこう,こうこうしていってえっ変な落ちてないよね別になんか落ちっても悪いもんないけどこのままこうだからうん落ちってないですね大丈夫大丈夫 <laughs> やった。これもし家とかだったら終わっとるけん。もう最悪幻滅。みんな押しやめられるわ <laughs>。もうみんな私のファン。私のファンじゃなくなっちゃう。部屋汚すぎていや。嘘今めっちゃ綺麗な。今めっちゃ綺麗だけど。そう、今ね本当に綺麗なんですよ。部屋がもう異常なぐらい綺麗で。だから別に大丈夫。 全、うん、全然然ててる全然履いてますでちゃんと最近服着るようになったんよなんか寒くて気温の変化かなんかで寒くてちゃんと服着るようになったの。プラストレーション」「カモンカモンプショヘンあなた 照りつける太陽アブラゼミの声服かわいいえ見てピュームさんのやつピュームさんのやつですこれ坂道がつらいと思わないのはなぜ照りつける太陽アブラゼミの声 青く晴れた空に霧雨が降るように笑顔と裏腹もやもやしてる幸せだって気づいてるのに明日は花だれ公園です東京明日東京行くよ。 10月は前にも言ったと思うんですけど毎週どっかしら遠征してるのだから来週は渋谷に行くし再来週は大阪に行って再来週の来週は福岡に行って今日岡山でしょもう10月はね毎週末絶対に遠征してるのどっかしらの地域にめっちゃ嬉しい楽しいこんばんは。 トシャハロー、せいせい。あんまくん、ハート。ありがとう。ハルル、いいね。いいねー。 うん、遠征で忙しい売れっ子スケジュール売 <laughs> れっ子スケジュール邪ますやばいもう売れっこすぎるわもうやばいわほんまに売れっこすぎスケジュールもう <laughs> すごい大変楽しみ私はね全然大変と思わないなぜかというと仕事が好きだから 人間性さんハート。ありがとう。あっちゃん。お花、ありがとう。新幹線寝る方。起きてる方。うん、時と場合による。岡山は短すぎて、寝る暇がない <laughs>。岡山って四十分ぐらいで着くんですよ、広島から、だからもう寝るとかじゃなくて。あ、もう着いたんだ。 なんかもう庭って感じで岡,岡山は <laughs> 広島から岡山の,あの新幹線に乗るってめっちゃ庭なんですよもう庭ですねで東京とかだったら、まあ、ちょっと軽く睡眠とる時もあるけど始発とかだったらもう絶対寝る始発とかだったらもう絶対に軽く睡眠をとるそう始発とかだったらでも神戸とかでも寝ない 基本最近はもうずっと起きてることが多いけどでも帰りの新幹線は必ず寝ます帰りの新幹線で寝ないことは全くないうん帰りの新幹線は必ず寝ない必ず寝る寝ないことがない新幹線使わなかったわ 新幹線使わんかったら何があるかなバスとかかなあバスは3時間ぐらいなんですよ岡山から広島「両美バス」っていうこの前お世話になったあのルフェスの両美さんのバスがそう出ててでも夜行とかじゃないんだよもうちゃんと昼とか朝とか始発とか夜とかあるめっちゃあれいいよ、うん、あれ使ったことあるけど全然寝てないあ寝るかもちょっと寝るうん早かったら寝る 見て、そらさんがね、そういえばくれたのそらさんが嬉しいこれ、なんだろうスタバのクッキーもうさ、私本当にクッキーが食べたくて、マジで我慢しててもう本当に嬉しい、マジでもう本当にこれ食べたくて、ずっと我慢してたんですよだからそらさんがくれて、もうこれ絶対食べようと思って もう東京の鼻づれ終わったら絶対食べる。もうずっと我慢してて、もう本当に嬉しい。絶対食べてやるからこのクッキー。絶対食らうからな。終わった瞬間絶対食べる東京の鼻づれ。マジで我慢してるの。だから本当に嬉しい。めっちゃ嬉しい本当に。絶対食う。もうむしゃぶり食う。<laughs> <って笑>むしゃぶり食うから。もう本当に嬉しいマジでもう。 まあ今の今は食べない遅いしトカノクッキーちょっと温めてから食べたらうまいよえマジ詳しい天才かよよいしょちょっと温めて食べようえでもさ温めたらさ待てないからさえ手で温めようかな手で温めて食べようかな手の摩擦で温めて食べようかな うん。<laughs> えないもんレンジンないもん。電子レンジないから <laughs>。そしたらもうボロボロになる。うんそうこのぐらいになるっけん。じゃけん食べ。<laughs> うんこれはでも温め温めっても美味しいと思うけどじゃあ半分こして。 家におかえっと広島に帰ったらチンして食べてもうほんとの終わった時に食べるからそれだったら乾燥する私人からも,の食べあのもらったものを本当に大事に食べるちょまちょま食べてしまうなんかもったいなくて人からもらったものなんか嬉しくて逆に食べれんちょまちょま食べるって感じ あきちゃん、バラありがとうーチ<ュ> <laughs> ハートもありがとうーチ<ュ> <laughs> ありがとううれしいうん、ちょまちょまくうちょまちょまって言ったやばい記憶ない私自分が喋ったことマジで1秒出せるちょまちょまって言ったんややばめっちゃく 近すぎる。両手を広げて。こんばんは。こんばんは。りんちゃんガチで最近また可愛くなってて。え、うれしい。どこがどうかはいい?。どこがどうかはいいですか?。 かわくなっててえぐい。どこがどういうふうに、どういうところで可愛いと思ったいつ何、何時何分地球が何回回った時 <laughs> <laughs> おめでどうございますごめん。おトイくんと、ありがとう え <laughs> 待ってちょっと待ってまたねって早すぎるちょっと待ってあのさ私さ今さ岡山県にさ書くものがないのだからスクショしとくねスクショスクショしてさこれスクショできるかなこれスクショするけさこれさまたお礼させてくださいまたお広島帰ってからお礼するえありがとうまたねって行かないでよ <laughs> いやいやいや,いやスクショしようと思ったら消えてしまった画面ちょっと早すぎない あ,ありがとうえありがとうございますデスケメもないえありがとうデスケメもないよごめんなさい覚えとくねかわいいクちゃんの歌あ,ありがとう 嬉しいまたお礼します広島帰った時ありがとう消えてっちゃった寂しいけどありがとうななな よーくかわいいありがとうあっちゃんペンライトえっと何の話してたっけあなんでかわいいかみたいな。 <laughs> なんで可愛いかみたいな話だ私がなんで最近可愛いって言われるくなったのかなんか特に理由はないけどメイクを変えましたメイクを変えてちょっといろいろと自分なりに努力しましたよ努力した結果です っていうか、私のもともと持ってるポテンシャル努力とかじゃなくて私のもともと持ってるポテンシャルだよなんか足痒くなってきたなやばい足かけど我慢する鼻だれうんやばいやばくだって 今日朝何時に起きたと思う。今日朝何時に起きたと思うだって私がこんなに眠いって。 正解は九時です。朝の。朝の九時に起きたから眠たいんだよね。なんでこんな眠いかっても朝の九時だよ。朝の九時に起きても眠たいよ。<laughs> いや、でもね、ほぼオールしたんですよ。なんか。いや、ほんまにめっちゃ頑張って覚えて、で、実は本当に。あの。 前日えなんでこんな寝てかというと前日にオールしたんですよマイクあの実は言うとマイカーが本当に頭に入らなくて <laughs> もうなんか3日前に立ち位置表が送られてきたんですよでかなえちゃんは新んかもう新新,新,新しい初めて出るからマネージャーさんがあの全然立ち位置表とか早めに送ってたんだけど私はなんかれやったことあると思われててだからお私が立ち位置表とかダンスの振り,振りの。 動画とか歌詞とか歌割りとかのまとめてある公演用の,その覚えなきゃいけないやつを3日前に送られてきて <laughs> でレッスンもだからレッスンから2日とかで覚えたんですよだからもう本当にやっぱりだから2日前とかで覚えたのだから今日の朝今日の朝また1公演1人で踊って朝でめっちゃ頑張った <laughs> そうぐっちゃぐちゃ頑張ったの そうだからめっちゃ気付けた状態でやったもんよそうだから褒めてしかもマイカーのもう今の瀬戸利多分これで最後今日で最後だから次マイカーやるってなったら多分新しい新公演新マイカーなのでだから今日で最初で最後なんですよだから今日フルで覚えてた思うんですけどもうやらなくていいんだよやばくない やばくてないですかいや分からんでも多分そうなんだよな今日最後かもって言ってただから申し訳ないって言われてくて全然だって楽しかったからオーオッケ今まで入ったレール公演で一番楽しかった嬉しい嬉しすぎるもう私のものだそれはりねちゃんのおかげでしょ楽しいのは私もめっちゃ楽しかった マイカー本当に楽しくて大好きなのなんか踊ってて元気が出るしこっちも元気が出るしもう本当に好きですマイカマイカーめっちゃ愛してる初恋さんかこの人

すぎて、うーん、って感じ。<laughs> 明日東京鼻だれとっても楽しみに。モンさんハート。ありがとう。 うん、マイカーの制服そう、マイカーの衣装が好きで、マイカーの一番最初のあの、青と黄色のやつも好きだし、私、マイカーのあの、あの、アンコールのスカートが好きなんですよ。だからもう、新公演になってもあのスカートは、着き続けたい。もうあのスカートほんと好きで。で、青、私の好きな色が、青とピンクと白と黒なんですよ。だからマジで可愛くて、あの、あの青の色が好き。スカートも青です アブ君ハートありがとういやなんかさマジでメイク薄くしてからさ公演初めてやったからさ DMM もれてたらいいなごめんね500回ぐらい同じこと言ってだから明日 DMM 見返そうと思います落ち着いてからでいいや廣島帰ってからでもいいし <laughs> なんかか痒くなってきた急にあのくが。 明日髪型どううしようなんかめっちゃ頭にしてブンブンブンってマイカってだからポニーテールにしたんですけど明日髪型どうしようかな明日はねプリついてもいいんだよだって明日頭振らないもん <laughs> いや本当に私頭振ったら絶対口リップですリップが本当にもうめっちゃむっちりプルプル だからくくっつくのほらくっつくんですよだからくっつかないやつがいいからポニーテールにしたけど結局なんかなんかどっかくっついたんだよな絶対くっつか鼻だれのさ鼻だれのさ絶対くっついえどっか注目してほしい絶対に鼻だれや私最初のあの鼻はれのものでくっついてるから髪の毛絶対くっついてるからこうやって。 もう絶対くっつくのうそれぐらい私の唇がプニプニでプニプニでムチムチでキュアキュアだろだからはいそうなんですよ「か気の冷静と微妙でし

やりたいガガチチャャが多すぎるなんかマメっちとかのあの卵っちのリングが新しく出てそれのガチャガチャもしたいしアイカツのめっちゃ可愛いなんかカードのガチャガチャがあってそれもやりたいしもうしたいガチャガチャが多すぎてやばい10月ねガチャガチャやばいもう本当にガチャガチャしたガチャガチャしたいよ ちがちがちまくれるた。ゆりちゃんハート。ありがとう。ゆいち。すずんお花。ありがとう。ゆいちくんハート。ありがとう。メイク薄くするきっかけって聞いた。 えメイク薄くするきっかけはえまだ秘密言えないんだよねこれが <laughs> えでも言えますいずれ言えますあのとあるお仕事があってそのお仕事の時にメイクをやってもらってメイクさんに髪の毛とか全部してもらって超ナチュラルな前髪とあのこの前連絡して送ったじゃん画像見たあのメールであの時にやってもらった メイクと髪型がめちゃくちゃ良くてめっちゃ褒められて「えメイクじゃあ薄い方が可愛くない?」ってなって「じゃあ薄くしよう」ってなって薄くし始めた <laughs> 結局その仕事なんですよねうんでも何の仕事かはまだ秘密みんなに嬉しいお知らせができるから 春のお花ありがとうお楽しみにしててくださいちょっと美さん友達も10月のガチガチついって言ってたえっほんとにマジで10月のガチガチ異常だよもう異常すぎて最高裁判所いける最高すぎて最高裁判所いける え、グッチ10月のゴチゴチやばいからねゴチやべえよほんまにずっとやったほうがええよだってたまごっちのリングでしょマめっちとかあと相方のかわいいやつとかあるしほんまにやべえけんずっとやったほうがええうん最高すぎて最高裁判所行けるもんこんばんはえあのさ私がさこの前さ配信で見したさあのワンちゃんえっとスフレ君 スフレくんのワンちゃんもめっちゃ可愛い。えなんかうさ、さあのピンクのうさぎも好きかもって思った。私うさぎ好きでさ、猫も好きだ、猫も猫が一番なんですけど、うさぎちゃんも好きで私うさぎ私の今のサインがうさぎが好きだからあのうさぎのサインなんですよ。あ実は私の今のサイン。 はハナ東京当日券ありますのでぜひお持ちしております明日の髪型ほんまにどうしようえってかあ皆さんそういえばあのお話し会の受付してるんですよね あのオンラインお話し会があと2回あってリアルお話し会大阪があるんですよ12月に会いませんかえ本当に会いたいお話し会の受付してますよそういえばお話し会この下から URL 飛べるので是非待ってますねお話し会の受付してるんだよなそういえば早いよね 普通は見られて。うん。果てに広がり。さができた。高いえ山を。唇に触れたの、は柔らかなダイヤモンド。 今まで君が。世界中で一番綺麗な宝石をあげる。だから。<laughs> <laughs> <laughs> ね早く当日来てほしい。<laughs> <laughs> <laughs> なんか叫んでるしいんだけど。十二 <laughs> 月のお話し会めっちゃ楽しみ。えわかる本当に大阪の楽しみなのお話し会めっちゃ楽しみで頭抱えてます。早く話したいよね目と目合わせて。 でもオンラインもオンラインでゆっくり2人の濃密な空間の味わえるから好きなんですよ。でもリアルもなんか楽しい。てかお話し会の日ライブだった。外し、外れちゃった。外しちゃおうと。えどういうこと私優先私、私のことが私優先ですか外しちゃおうってやつ。どういうこと それはリネちゃんに会いに来てくれるってことだよね。こんばんは。関東追加、え、関東。さあ、やりたいよね。じゃ、見ました、鼻連れ。東京。高いやーー。スう。レちゃん可愛いよね。 明日エビス待ってるもう超嬉しいぴんちゃんにし緒うもしかしてふうちゃんえわかんない前回前回私ふうさんって言ってたっけえあそう多分ふうさんだった気がするのピンクあてう青青と黄色の手でしょふうさん多分ふうさんだった変わらないから基本でもなんかね大きかった マイカはほんまにマイカー。本当にねめちゃくちゃいい。楽しいよ。オンラインで秘密の話しようねえ。え、何秘密の話ってもうそんな内緒だよ。秘密の話とか言っちゃだめだよ。配信でばれちゃうから <laughs>。わかりました。いや、そう。オンラインは秘密の話ができるからいいんだよ。 ユンジねんちゃいねえ、私もねんちゃいねって言っとったそしたらさそらさんにさ「ねんちゃいちゃい」って言うやんやたねんちゃいね」とかじて「ねんちゃいね」とかじゃなくて。 しんちゃいこれしんちゃい食べんちゃいとかなんか例えばこれ食べたいっつっとったら「えこれ全然食べんちゃい」って言ったら「チャイって何?」ってやるんですよ「えちチャイ使おう?」みたいな僕はやまめんのよねそれオンラインもそうオンラインもオンラインで良さがあるんですよだからめっちゃ好きおつじくんミラーボールありがとう わ <laughs> かるなんか楽しみなことがあったら早く当日来てほしいってなるよねトニーさんハートありがとうオンラインの方が緊張するえっグッチなんで何ですか えー、オンラインの方が緊張するイヤホンイヤホンで私の声が聞こえるからでしょイヤホンどうして私の声だけ早くルイボスティーが飲みたいそこにルイボスティーが置いてあるけど飲みたいけどなんか嫌だなんか飲みたくない五代だハトありがとう五代だ じゃあキーグとありがとう。オンラインのリネ多動すぎてすごい <laughs>。いや待って多動参考 <laughs>。え結構結構やばいよ。結構、ね、落ち着かない, <laughs> いや。えで嬉しいもん。嬉しかったらワクワクするじゃん。 子供だからさいや素直なんだよね反応がだから可愛いなって思っといてください可愛がってくださいこれからもたくさん酔ってるえ酔ってないですよ私マジでお酒飲まないから全然酔ってないですよ 私マジでミリも飲めないんですよねねなんか、ね、本当にねアルコール合わないんですよ多分体質的に別に飲めって言って飲むけど飲んだらなんか頭コンコンしてそうんかん,なん,か,なんかね変なことあるなんかねそう無,理無理なんですよねお酒マジ飲めないで0.3パーのほろ酔い半分でもう顔が <laughs> <laughs> 真っ赤になってマジできつくなっちゃうからもう無理ってなるからねそうそう今日も後藤顔何それ後藤顔って。 ご後藤顔ってなんですか sorry, すかません私の日本語の理解力が悪くて「Sorry Sorry、uh, Sorry Sorry <laughs> すんません」「チャイって鳥取の方でも使うそうなん?」「しんチャイね」とか「はんチャイね」とか「はよ食べんチャイ」とか。 オンンラインの方がいやどっちにも良さがあるんですよごそんがんごそんがんごそんがんってなんですか <laughs> あのごめんなさいて顔 <laughs> えぐち明日た何しようありがとうフラストレーションフラストレーションい だって私うさぎなんだもん。私ウサうさうさうさぎちゃんほら寂しがりやなんだよ。うさうさうさぎちゃんほら寂しがりでぴょんぴょんぴょん。顔面の上位 ねこれいやもうごめん私の漢字が読めない上位五感みたいな言葉よえ嬉しい応えてくれてありがとう嬉しくてはい中あげるはいあリップついたはいこれどうぞはいあもっとリップついた <laughs> リップ二個はいこれ、はい、嬉しいからはいあげます <laughs> 嬉しい だい、男ン男ーダンシーモンキーあ,なたはありがとうリチー熱っ配信したら熱くなるさっきまで寒すぎて無 <laughs> 理ってなっとったんやしかも今日長そうだし私が寒がることないからねめっちゃ熱いんやけど配信したら熱くなるやっぱテンション上がるけんかも 明日東京お楽しみ二公演にゃん前回と違う場所ですよねそういえばそういえばそういえばああ、おもろい私やばい自分に対しておもろいっていう人初めてだよねごめんねみんな見ててびっくりするね かわいすぎ。え、嬉しい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 嬉しすぎて最高裁判所行ける。そう、明日は、エビス。で、エビスは私好きです。なんでかっていうと、なんか名前がおしゃれ。エビっぽくて、かわいいから。エビスの好きなところ、エビっぽくて、名前がかわいいから、好き。でも、ちなみに私が一番好きな駅名は、えっと、東京の高輪ゲートウェイ駅っていうところが好きです。理由は、 なんかおしゃれカタカナが入ってでも他にも好きなのが都営大江戸線 <laughs> 都営大江戸線の六本木駅で抱きしめて私変わらず君そこの人と、うんうんうん、高野望ゲートウェイ恵比寿は エビが美味しそうだから好きエビっぽくて好き <laughs> 高輪ゲートウェイはなんかも超好きなの恵比寿ってめっちゃいいよね渋谷からも使うしあと秋葉原秋葉原はなんかアニメとかゲームとか メイドさんが可愛いたくさんいてメイド喫茶とか大好きだから好き。秋葉原行くと落ち着くんだよ。あと、私の好きなカフェがたくさんある。秋葉原。だからまた載せます。なんか本当にさ東京のカフェさいっぱい行ってりさ、ディズニーもさ行ったりしたのにさ載せてなくてやばい。6月、5月とかの写真未だに載せる。やばくない。 六本木じゃない、ロコポコ。間違えた、ごめん六本木。今さ、駅名の話してからさ、ロコポコさんのことさ、六本木って言っちゃった、ごめん <laughs> ロコポコくん、オープンありがとう。え、ガッツごめん。六本木っていうのは、あの、日本にある、あの、駅で。駅の名前ね、六本木。o r r y あ,あの、六本木ってめっちゃオシャレな街だから。うん。六本木はオシャレってことね。<laughs> え、ごめん、マジで。すみごめん。

ギロッポンでシースえ <laughs> それ銀座じゃなくてザギ,ーーザギンデキースザギンデキースああ間違えちゃったザギンデキースって言った。<laughs> 5字が多い。ザギンデシースじゃなくて。テレ朝のあるところ、そう。Yes! そう。あるんですよ。テレ朝。 照りあせ、てりあせってさってた。やばいさっきから5時やばくない照りあせって言っちゃった。照りあせのこと。ほんまにやばい。な、なんで頭持ってないかもい。めっちゃ体勢きつい。この体勢きつい。やばい、きつい。<laughs> めっちゃしいたい。ちょっとこの体勢きつすぎ。やばいなんか、リナおじさんが出てきたかもしれない <laughs> めっちゃ体勢きつい。 え、そう、公演後の、え、それメンバーに言われたんだ。公演終わった後にメンバーみんなで、なんかこうあの、コンビニ行こうって言って行ったんですよで。マネージャーさん付き添いで。そしたら、もう、りえたん、さっきからずっと落ち着きないみたいな。<laughs> なんか、ほんまにずっと喋ってるし、ずっと動いてるみたいな。もう、アドレナリン出まくってるよ、絶対それ。っ言われて。え、そう、マジで言われた。え、そう。りこちと、パセリと、そらさんに言われた。え、ちょ、きん、ほんまに出会うよ。 台湾からのとくさん結婚していいよシェイシェイありがとういいよタクノワギーといタッキーハートありがとうリネおじ登場 美のおじっていうか私もともと全然脳みそ男の子だし全然おじさんだから私の脳みそだからみんなと同じこと考えてるよ意外と <laughs> 私多分本当男の子なんですよなんかどちらかというと守ってっていうより守ってあげたいみたいな感じだからそう結構イケメンかも私ってそうイケメンのイケメンなんだよね 男の子どうでしょう嘘女の子 <laughs> 女の子ですけど食べたたくなったりしますかえ全然食べたいだってあのりネちゃんおじさんと話してる時かわいすぎて食べたくなるっていうのは嘘であのハムスターとか触ってるとふわふわしててかわいくて口の中入れたくなりますね猫ちゃんとか。 かわい赤ちゃんとかもう,あ、ま、なんかもう赤ちゃんの手とか口の中でうっ,ってつこうみたいたく <laughs> くなっちゃうかわいすぎてそうマイカお疲れ様ありがとう楽しかったです岡山マイカ最高そうハムスターとか <laughs> ハムスターとかね 男の子だと思ってるね。で、インスタに男の子にするようなお説教入れてきました。え、ちょっとやめてよ。私、お説教大嫌い。<laughs> お説教大、大の苦手だから。お説教だめ。ふふりねちゃん、可愛いよって送っといてください。嘘だよ。りねちゃん、好きだよ。愛するよ。って。送っといて。愛するよ。ちゅって送っといて。なんか私、お説教って、 さ人,人に対してさなんか無視イライラすることがな,なくて怒ることがな,ないからお説教ってんか殴られてるような気分になっちゃうのんか悪口言われてるような気分になっちゃうだからちょっと怖いりんちゃん大好きで話しするよってりねどうも好きやああとから <laughs> 懐かしい壁ドンとか久々にやった 久々ってどういうことみたいな思ってるじゃないですか実はあやパンとかにあやパん愛してるよとかってやってました一回だけあや <laughs> パンに壁ドンした以来ですねあやパン好きだよ <laughs> それ以来あごくいあ,あごくい あの食いなんかできません <laughs> 一生だけないよ確かに怒ってるところ想像できないいやマジでできないんですよね私が怒ってるところ想像できるよ私が怒ってるところ怒ってみるわ一回おいマジでふざけんなよいやーなんかちょっといけないになっちゃった <laughs> なんかちょっといけばえちゃまない <laughs> おいお前マジでふざけんなって い,やいけないめっちゃぶりつけ上げる、自分に惚れちゃうよね。うーん。もう <laughs> ばいこっち真剣に怒ってみるけん。一回マジで怒ってみるよ真剣に怒ってみます。怒りモードオン。ああ、もう <laughs> 無理無理無理。怒らん怒らん。ああ、もう意外かすうん。<laughs> もういい加減して,んてめえいい加減にしろー <laughs> 無理怒れない怒れない怒れないっすってうんいやマジじゃで怒らん人に対してマシ怒らんうんだからなんか特に無理ですね怒ることないかもあーレイブスティ飲みたいふうたんかわいい ありがとう。私さ今何分ぐらい配信してます？ま百分えなんかに一億時間ぐらいなんか五億時間ぐらい配信してますよね。なんかこのまん朝起きれなさそうなんだよな。切らな。うんマジで朝起きれなさそう普通に。 何時間ぐらい配信しますそう。ルボシティー、俺の飲み薬でくるはあげるで。え、いいの逆にいいの嬉しい。逆に飲み薬くれんの嬉しすぎる。飲んじゃおう。<laughs> 意外な変身でびっくりするでしょ。えー、飲みたくないとかって言うと思ったでしょ。え嬉しい、嬉しい。今からセブン行くけど買ってこようか。え、買ってきて、お願い えじゃあ今から頼むわえっとえっとキレートレモンのむくみのやつとあとビオのヨーグルトとあとレイバスティ買ってきてお願い DJ かけて恋のリクエストお願い w o え待、ま、ってなんかデキモンできたかも。 なんか腫れてるなにこれなんか噛まれ…うわ,うわこれできもんできてる噛まれたかもこれなんか変な虫かなんかに、ね、8ね初見ありがとうありがとうございます STU48 のりなたんことうずめいですそういうたは X と Instagram とこのルームのフォローお願いしますありがとうなんかできもんできたいやだこれちょっと絶対抹消するふざけんな すげえなよすげんなよんでできるんだよ大事な東京明日公演があるっつうのよすげえなあ結構ガチ浴かもこれすげ <laughs> <laughs> えなよえ買ってきてお願いしますリオのヨーグルトキレてまうのむくみのやつお願いします うん、え自分に対しては結構怒れるんですよああもう意外にして自分なんとか <laughs> でも人に対してマジでイライラしないからねなんか嫌だ何これ怒るなんか地味に怒る子仲いいの,の絶対抹消してやるから 今日え聞いて私昨日もさ言ったと思うけどさ制服のもささ5年間アイドルしてきて一回もやったことないし一回も歌ったことなかったんですよだから今日初めてやりました人生で初めて制服のさやばくないそれをダンスの先生にやったらマジでってめっちゃびっくりされた <laughs> や,めいやばくないやばくないずっとこ,れこの振りをやりたくてめっちゃ年間できて嬉しかった「教室の」

なんか、もっと話したいなっていう気持ちはたくさんあるんですけど、この顎のニキビが気になって仕方がない。ニキビっていうかなんか出来物なんか早く薬塗ってあげたいし、早く寝なきゃこれ治らないと思ってきたとた。明日も多分公演終わった後配信するんだよ。それから切ってもいいですか配信。配信終わったんですか、うん ありがとう。うん、グミ食べたいけど。食べない。めっちゃグミ食べたいけど。な早く生。ありがとう。みんな優しいね。ちゅ。ありがとう。優しい。本当に優しくて。泣いちゃう。模範的に。じゃあ、十三位から。 イヨコありがとう。12位スーさんありがとう。11位サージカルありがとう。10位アンバクンありがとう。9位ロコポコ Thank you。8位チャガキーありがとう。ちょっとしゃっくりが。<laughs> 7位ユージくんありがとう6位ルカちゃんありがとう65555位セカンカセマットくんありがとう4位はるるんありがとう3位おつじくんありがとう いいッキ見ろありがとう。私ーがドルルンでえ、あのさんもういないと思うんですけど、タワーも、トイくんありがとう。もういないと思うけど、また、広島帰ったらお礼書きます。今、手元にないから。ありがとう。ありがとうございます。 えっとじゃあここでちょっとお話しさせていただきます報告配信終わっちゃうんですけど報告あの実はお話し会の受付が今してますだからお話し会ぜひ待ってます ありがとう。あとオンラインが二回と、広島。じゃあ、オンラインが二回と。リアル話しか一回なので、ぜひ待ってます。なんで図工なの。え、どういうこと。な、な、何を期待したわけ。え、な、な、え、なんで。<laughs> 頑張ります。普通に告知だよ。くさやくりんきさん、本当、ありがとう。これしまっちゃうけど。 じゃなんなんでこうなの？じゃあまだね。あのい会、え嬉しい大阪待ってるね。じゃあエックスとインスタグラムとこちらこのルームのフォローお願いします。ありがとうおやすみ。